あ、これでちょっと行き来は良くなったと思いますね。ゴミ処理場どうしようかな。作るのちょっと嫌だな。あんまり作りたくないんですね。やっぱり汚染が 100% っていうのが嫌だな。よいしょと。あ、水が足りなくなってきてる。まずいまずい。これちょっと作りましょうか、ポンプ場。ポンプ場をもう一軒作っちゃいますかね。ここら辺に作ろうかな、やっぱり。よし、これでいいよね。あ、そっか、あとは配管で繋がないといけないんですね。これ忘れたら作った意味ないからね。よし、これで完了。水はどうなるんでしょうか。あ、行きましたね。満足度 100%。まあ一応念のために下水処理場も作っときましょうかね。金あるし、大丈夫。お金たくさんあるから。これでいいですね。さあどうなるか。楽しみですね。上がってますね。70% ぐらい。あ、また下がった。ちょっとよくわかんないけどね、下水の量がすごいみたいです。まあいっか。それよりまた電気が少なくなってるみたいなんでね。どうしようかな。お金あるんでしたらここら辺に作りたいですね。調べた結果ここら辺が一番発電量が多いみたいで。さ、ついにお金がめっちゃ少なくなってきた。下水が溢れてる？下水が逆流してます。あ、大丈夫ですね。ちゃんと動いてますね。満足度 100% になってます。で、あれですね、候補地が決まりました。ゴミ処理場のここに作りましょうか。まあ、ここに汚いもんがあるから、ついでに汚いもんもう一個作りましょうか。作れない、マジか。さすがにちょっと急すぎたかな。うわ、どうする。さあここに作りましたね。一番端っこに追いやりました。めちゃめちゃ端に追いやったけど、まあ一応ここにも作っときますか、お家を。まあ住みたい人はあんまりいないと思うけどね、さすがに。よいしょと、ここにも作っといて。さあゴミ問題は多分解決したんじゃないかな。これで先進国らしくこれを作りたいんですけどね、下水処理場を。早く作りたいな、こういうの。 OK。 いやー、ここら辺めっちゃゴミあるな。ここにもめっちゃゴミがある。おかしいな、ここにちゃんとゴミ処理場ついてあんのに。42% しか使用してませんね。結構ゴミの量がすごいですね。ここやばいな。ゴミだらけになってる。ちょっと廃墟は破壊しとかないといけませんね。さあということで、なんとか住宅地の需要は減ってきました。ではちょっとね、こちらの工場地帯がまた需要が増えてきてるんで作っていきましょうかね。で、ツイッターでなんかつぶやかれました。こんなことが起こっている時に私の子供にどのように外で遊ばせればいいのですか。産業廃棄物が土壌から見つかる。産業廃棄物がか。なんかハッシュタグが途中途中にあってね、ちょっと読みづらいですね。まあ仕方ないんじゃないでしょうかね。高度経済成長期だから。よいしょ、こんな感じで作りましょうか。どんどん作っていきましょうかね。ちょっとお金が少なくなってきたんであんまり作れませんが、よいしょ、こんな感じで作ろうかな。でまた水道管を配置しないといけないっていうね、大変ですよね、これ。これがまためんどくさいっていうね。めんどくさいんだけど面白いですね。よいしょ、これでいいかな。
よし、こんな感じで作って、やばいな、お金がどんどん減ってるまあ一応黒字なんでね、大丈夫なんですが、まあ犯罪率は相変わらず少ないっていうね、素晴らしい街ですが、火災が結構ひどいですね。どうしよう、もう一個作ろうかな、お金足りませんね消防署作りたいけどお金がない。あー、これ作るの忘れてたバス車庫作ればよかったな、お金あるときに。これ作るの忘れてましたわ。うん、ちょっともう一個ゴミ処理場作るか。そうしよっかな、ゴミ処理場作りたいけど、もう一個作っときましょうかね。まあ一応ゴミ処理場作っときました。お掃除ロボットの新製品はすごい。皿洗いも洗濯も部屋の掃除もやってくれるすごいなそれ。そんなに先進国だっけこの町すごいぞ。よいしょ、ここにも作るぞ。工場地帯の需要はだいたい収まりましたね、これで。じゃあもうちょっとここら辺に作っておきましょうか。ちょっとあれですね、外の風がうるさくて、あのマイクに雑音が入ってるかもしれませんが、そこら辺はご了承ください。今日なんかね、めっちゃ風が強いっていうね謎の日ですが、うちのにゃんこちゃんが火災報知器のおかげで助かったよ、ありがとうございます。あー、ちょっと待って僕の家の空気清浄機がめっちゃ轟音上げてますね。雑音入ってるかもしれません。っていうかここのゴミ問題全然解決しないな、おかしいだろこれゴミ処理場めっちゃ作ってるぞこれ、おかしいよなまあもうちょっとあれですね、時間がかかるのかもしれませんね。なんかこのゲーム繁栄に結構時間がラグがかかってるんで、ラグがありますからね、もうちょっと待ちましょうか。水がないと言われてますね。また忘れてた、ここ一軒だけ伸ばしましょうかね、この一軒のために結構お金かかっちゃったけど、トレーラーハウスだねトレーラーハウスの前にスポーツカーを置くっていう嫌味だな本当にに今気づいたんですけどね、こうやってなんか高速道路から直接つなぐことができるみたいです。でもこれやっちゃって大丈夫かな、なんかやめとこうかな運転するの難しい街になると嫌だからね、簡単な街の方がいいですからね。こうやってみようかな、じゃあやっちゃおうかな、どうしようこれ。でも後ろに結構スペースが空いてるんでね、もったいないから有効活用したいんですけど、どうしましょうか、悩んじゃうなこれ。ちょっと一回やってみました。こんな感じかな、こんな感じで作って、後ろにちょっと、あ、ここじゃない、これじゃない、間違えた間違えた、こんなとこに工場作るなよ危ない危ない、こうしましょう。これで後ろも有効活用できますね。ちょっと自然を破壊するのがもったいない気もしますが、まあ仕方ないですよね。ということでこんな感じで引きました。ここにはつなげてませんね、まあ、つなげようかどうか迷ったんですけど、まあ、ここに交差点作るとまたここで混んでしまいそうなんで、あ、ちょっと待って、これですね、モッドで入れたやつは見えますかねこのクール宅急便っていうこれ入れときました。さあまあこんな感じですね、まあいいんじゃないでしょうか。ちょっとここら辺後ろがちょっと狭くてね、小さい家になってしまいますが、
壁に何回か激突した以外はいい感じだ。ロケットバッグの実験は制御環境下で行われた。ロケット技師ちょっともう市長の家がどうなったか見ましょうか。市長の家ってどれだっけあー、市長の家が変わってる。マジか平屋になってるな。でも結構いいですね。この後ろの木がいいんですよね。ちょっとうるさいな、ピーポーピーポー。後ろの木が結構いいんですよね。気に入ってますね。ちょっと市長の家にはもうちょっとあれですね、木を植えないといけないですね。どうしようかな。多くの木を植えましょうかね。あー、ここには無理なんだどっかに植えたいな。ここに植えますかねここに植えるっていうね。この境目に植えちゃうっていうね。誰かさんの境目に、ここら辺かな、まあ、こんな感じで植えていきましょうか。いやー、いいですね。こうやってね、植えますいいね、こういう感じの家住みたいな、こういうの。こんなに木あったら落ち着くでしょうね。よいしょ。国の経費を使って自分の家に木を植えるっていうね。よし、これでいいかな。すごいやめっちゃすごいですけどね。火事が起こったら大変なことになるな。これでいいかな。ちょっとむちゃくちゃ植えてますけどね。あ、活気のある町なりました。ということで何でしょうかね。まあいろいろありますね。芝生付きの道路を作れたり。なるほど、すごいな。結構進化してますね。あと病院ですね。でっかい病院と消防本部、石油発電所、警察本部が作れるみたいです。ちょっとうるさいな。何があったんだ、何があったんだ本当にめちゃめちゃうるさいから。消防本部作れるみたいなんですけど、あ、病院本部ですね。病院のでっかい版作れるみたいんですけど、でかめちゃでかい、めちゃでかいけどお金がねえわ。すげえ高いですね。しかもというか僕はこれ作りたいんですよね。これ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 作りたかったんですよ。バスの、あ、電気が足りないってなってますね。ちょっと待って、どうしたどうした。あー、仕方ないな。石油発電所作っちゃおうかな。5000も少ないですしね、石油発電所は。石炭と比べるとね。まあ当たり前ですけど。じゃあちょっと石炭の発電所を破壊して石油発電所にしましょうかね。これね、すごい量発電してくれますね、石油発電所は。ちょっとここに作ろう。よし、これでいいかな。うん、これでもう電力の供給はめちゃめちゃ良くなってますね。 OK。 ちょっと数日間停電してしまいましたが石炭発電所から石油発電所へ。なんかダサくなってないかこれ石炭発電所の方がなんか先進的な感じの建物だったけど、石油発電所になったらなんかボロっちくなったな。反対だと思うんですけどねなんかしかもこっちの方が汚そうなイメージがある。さて、これであとはバス停作れないね。はい、もう作れませんね金なくなりましたわ、さっきので。もう残念でしたが金なくなりましたじゃあもう工場作るしかないね。工場作っていきましょう。